れからいろいろ思ったんだけど、どうしてトモヤはあの漫画を読んでるの？何かに影響されたとか？あ、ちょっと興味あるな。よかったら聞かせてくれない？幼なじみってあの時言ってた？でもあの漫画でしょ？その幼なじみってなんて、そんな大げさなことじゃないでしょ。どう聞いてもその幼なじみの貸した本を智也が気に入っただけじゃない。でも、その幼なじみって羨ましいな。だって、智也と何かしらつながってるじゃない。そう。その幼なじみはどこにいても智也がその本を今でも読んでることで何かしらつながってるんだよ。うん。会えない？絆が断ち切られたわけじゃないでしょ。私はそんなものないから。
はよう、ともや。どう？驚いた？遅刻はしないでしょ。あ、もしかして怒ってる？やっぱり怒ってるじゃない。怒ってるよ。そんなことで怒るなんて智也らしくないじゃない。ちょっとからかっただけじゃない。そんなのいつもみたいに軽く受け流しちゃえばいいでしょ。もう今日の智也いつもと違うよ。じゃあなんでそんなに怒ってるのよ。怒ってる。そんなの態度で一目瞭然。え？そう、私があの場にいたから。トモヤ、お前何やってんの？途中で稲穂くんと一緒に来たんだけど、音羽さんは？Thank you.
おい、ともや、たまには交番行かないか？おい、行かないのか？ともや。え？別に気にしてないからいいよ。じゃあ、なんで今日ともやのこと待ってたかわかる？そう、わからないんだ。これからは朝も一緒に行こっか。どうしたの？今日は学校に行ってるんじゃなかったっけ？で、もう用事終わったの？ま、授業をサボってゲームセンターなんかに行くからだよ。そのぐらいで済んでよかったじゃない？
朝は全然降ってなかったのにね。あ、今日おばさんいないんだ。しょうがない、持ってってあげるよ。期待しないで待ってる。じゃあ10分程度で行くね。証拠口にいるよね。ありがとう。どうしてって言われても、この学校の生徒なのにここにいたらおかしい？風だったよ。でもだいぶ良くなったからお昼だけど、こうして登校してきたの。どうしたの？屋上に行かない？そんなの私のせいじゃないでしょ？
トモヤったらひどいな。何が？ああ、あのことね。そんなに真剣に悩んでくれたの？だと思った。トモヤらしいよね。今日もいい天気だよね。どうしたの？突然。そんな、突然謝られても困るよ。ありがとう。今日の帰りにでもどう？うん、それじゃあ今日の放課後、約束ね。